2013年中国杯は2013年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2013-2014ISU グランプリシリーズの第3戦である。2013年中国杯は2013から2014年シーズンに開催される中国杯。 2013年11月1日から11月3日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が北京の首都体育館で行われた。今大会開催国の統括団体である中国スケート協会に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングルケビン・レイノルズがスケート靴の不具合のため出場を辞退した。 女子シングル好評愛、ポリーナ・コロベエニコは、ヨシ・ヘルゲソンが出場を辞退し、各賞、リマイハルカ、ニコル・ゴスビアニが追加招待された。各競技の上位成績者には、2013、2014、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000メールを差し引かれるとされた。 競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベドル、支払われるとされた。ありがとうございます。